のマーボが食べたいなというわけで、今回はですね、福井県にあります中華四川料理屋の、森田さんに来ております。こちらですね、激辛麻婆豆腐が食べれるということで、今回ここに挑戦していきます。辛さレベルが1から5まで選べるということで、今回はマックスの5に挑戦していきたいと思います。でね、一応ですね、なんかこれね、地元の福井テレビで、紹介された、激辛メニューなんでね、結構、有名かと思うんでね、はい、行った人の感想をちょっといつも通りこう見ていきたいかなと思うんですけれども、夕食は、河原駅近くの中華料理屋森田、チン麻婆天津飯に森田名物の四川麻婆豆腐のあんをかけた最強メニューだそうです。一番低い辛さでも結構辛いですということでね、なるほど、辛さレベル1でも結構な辛みがあるそうですね。辛すぎるので、店主の方もね、味見をするのを嫌がるぐらい、結構辛いそうなのでね、ちょっと今日は楽しみでございます。それでは早速いきましょう。レッツゴー。さあ、早速中入ってきたんですが、これでありますね、チン麻婆天飯、はい、こちらがちょっと地元の福井テレビで紹介された麻婆豆腐になります。ふわ、これね、なんか特徴的、普通の麻婆豆腐とはちょっと違うんですけれども、見るとですね、ふわふわの卵の天津飯に森田名物の四川麻婆豆腐のあんをかけた最強メニュー、麻婆豆腐の辛さは5段階から選べ、しびれるマーラーですねを、絶妙に合わせた奥行きのある辛さが癖になるメニューだということで、だから唐辛子とホワジャオの、しびれの効いた、そういうことですね。それ以外にも、いろいろこう四川料理、中華料理いっぱいあります。はい、ちょっとしばし待ちましょう。おお、すごい。うわ、おっきい。うわ、おいしそう。辛さをいただきました。これはすごい。うわ、見たことない、この麻婆豆腐。これが噂のタモリですか。いいえ、森田です。いただきます。さあ、森田さんのチン麻婆天飯、辛さレベル5、お手並み拝見ですよ。髪切った。あ、ごめん、これはタモリだったね。うまそうだ。それでじゃあちょっとまずこれスープからいきましょうか。いただきます。あー、優しい。こちらにも卵が入ってますね。あ、そしてじゃあちょっとこっちの麻婆いきましょうか。うまそうだな。なんだろう、一瞬カレーかと思うような感じの味わいですね。美味しいな。確かに山椒のしびれがありますけれども、美味しい。唐辛子系の辛みというより、これね、ホワジャオのしびれが効くような感じですね。でも辛い、香辛料がしっかり効いてます。そしてこの分厚い卵、これうまそうだ。うわうわ、これはうまい。カレーと麻婆豆腐を合わせたような感じの味わいですね。コクがあります。不思議な味わいです。美味しいです。これは美味しい。たまりませんね。これは山椒が強烈ですけども、それ以上にうまみというものがこれね、たまんねえな。これは食欲爆上がりですね。麻婆とこの卵が合うわ。山椒が強烈だわ。もう名前の通りあれですね、天津飯と麻婆豆腐を足して2で割ったような感じのメニューですね。この麻婆の味はなかなか経験したことない味ですね。しっかりボリュームもありますからね。いや、結構ボリュームあるね。後半になればなるほど口の中のしびれが強くなってまいります。うん、辛いよりしびれるな。残りわずか。この激辛バトルにけりをつけたいと思う。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。中華四川料理森田さんのチン麻婆天飯辛さ5、辛さレベルじゃらららじゃ辛さレベル 6.5 です。6.5 です。いや、非常にこれね、食べてて思ったのはやっぱり唐辛子の辛みよりこの山椒のしびれの方がきついなといった感じです。やっぱね、これ食べ進めにつれてやっぱホアジャオのしびれがどんどんこう蓄積されてね、口の中がしびれるようなところで今もこう食べ終わっても唇が、プルプルしびれております。ああね、この初めて食べましたこのね、天津飯と麻婆豆腐のこう夢のコラボですよという感じですけどね、夢の共演ですね。こんなにこの天津飯と麻婆豆腐が合うとは知らなかったです。非常に美味しかったですね。この卵のちょっとふわっとしたこの食感の甘みで、そこにねちょっとスパイシーな麻婆豆腐が加わることによって、まさにねこのご飯のお供にふさわしい一品かなと思います。本当にね、サクサク食欲を刺激されるような一品でございます。辛いの苦手な方はですね、一応辛さレベルが1から5まで選べますのでね、まずは1から、ね、挑んでみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただいてありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、激辛ブログも更新しますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。